皆様こんにちは。こんにちは。オーカデザインフラッグシップストアオーカサルーンの高橋でございます。 PR 兼新宿店住谷と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は今の時期にさらっとまとえる裸息にぴったりな美しいコートをご紹介いたします。本当にフォルムも美しいんですけれども、まずこの光沢のある素材は、シルクとコットンを高密度で織り上げていただいた、シルクといえば米沢が有名ですけれども、米沢の鳩屋さんに、別注して、私たちものづくりチームと工場さんと打ち合わせを重ねてお作りした特別な別注の素材になります。シルクですけれども撥水加工もしていただいているので、安心して着ていただけます。シルクだけではなくてコットンも高密度で織り込む非常に高い技術が必要な素材ということで、なかなかこういった素材を扱える機屋さんは日本に少ないんですけれども、やっぱりシルク 100% よりもこう光沢が強すぎなくて程よいこの上質感、ツヤ感がとってももう雄弁で美しい素材ですね。またこう張り感、フォルムがすごく綺麗に出ますので、もう自然のドレープも本当に様になるような、美しさが本当ににじみ出るような、ちょっと日本らしい美しい素材かなと思います。それではデザインのポイントをこれからデザイナーの方からもご説明させていただきます。はい、原でございます。では今から商品の方を説明させていただきます。ちょっとご覧になっていただくように、そうですね、これすごく美しくまとうっていう言葉にぴったりのコートになるんですけれども、なぜこの美しくまとうっていう表情が出てるかと申し上げますと、まず素材の良さを引き出させるためには過度なやっぱりデザインもをしてしまうと、デザインっていうのはものすごくこう付け加える要素になってしまいますので、そぎ落とすことによって素材の良さが非常に引き立つ、そんなデザインにしております。ここフロント部分にもよくコートのデザインですとボタンがついたりとかポケットがついたりとか、いろんなディティールがやっぱりこうプラスされていくことが多いかと思うんですが、あえてそれを削ぎ落とすことによってこの素材の良さを最大限に引き出す、そんなことがデザインっていうふうに私たちは捉えまして、このコートをお作りしました。まずこうこのコートのお素材はですね、シルクとコットン、こちらをブレンドして高密度に、織り上げていることによってすごくこう張り感がこう素材に出てるんですね。なのでこう軽く羽織ってもこう裾の辺、こういうところにもこうきちんと面ができて綺麗なドレープが作れている、こんな表情がこのコートには出ています。あと前を見ていただいても、そうですね、こちらちょっと置物のようにこう前を重ねてこうお召しいただくと、そうですね、こんな感じですね。こうやっぱこう女性の体をきれいにこう包み込む、そんな表情のコートになっています。あとこう肩周りとかもこういわゆるこうセットインっていうのがこうきちんと作られた肩を表現するんですけれども、そういう感じにしてしまうとやはりこうちょっとかっちりとした印象でちょっと硬い印象になってしまいますので、ちょっと肩を落とすことによってすごくこう女性のちょっとこうなで肩ではないですけれども、女性の優しいこの体のラインにフィットするような肩のお作りにもなっています。あと襟に関しましても、すごくこう女性のこの首周りとかを華やかに見せてくれる大きすぎないお襟で、ちょっと襟先とかもこうちょっとカーブでこう優しくカーブにすることですごく顔の印象も変わってきますので、この辺も加味した、非常にこだわりのあるコートになっておりますですね。本当にこうパッと見はすごくシンプルなんですが、非常に着る人を引き立ててくれるためのデザインになっていますので、そんな1枚をぜひお手に取っていただけたらと思います。以上でございます。はい、ではここからは身長別コーディネート別でご紹介してまいります。
ず住谷さん身長167センチで来ていただくと、その丈がこのぐらいですね。足首がはっきり見えるぐらいの丈で、すごくこうやっぱり縦長のアイラインが綺麗に出るデザインですね。やっぱりフォルムも美しいので、すごくサッとまとうだけで素敵な雰囲気が出ます。で、今ウォーカートランクの T シャツとパンツ、スニーカーで、ウォーカートランクらしい、ちょっとこう決めすぎないような、少し肩の力が抜けるようなコーディネートで来てもらってます。そうですね、まとうだけでも素敵ですし、ちょっとベルトをしていただくと、合わせはご自由にしていただけるので、また雰囲気も変えてきていただけますね。あとはこの手首が出るぐらいロールアップしてきていただくのも、この季節の戦い期にちょうどこう軽い雰囲気も出ますし、女性らしい細い手首、足首を覗く着方もとても美しいと思います。はい、では次に原さん、身長158センチの方のコーディネートをご紹介いたします。先ほどに比べますと、まずは身長の違いから裾の終わりも少し異なってきますが、先ほどは S サイズでしたが、今お召しいただいているのは XS、 1つ下のサイズになります。今原さんには合わせをしっかり、そしてベルトをしっかり結んで、ちょっとコートドレスのような雰囲気で綺麗めに着ていただいています。なのでウエストで絞れて裾に向かって綺麗に広がっていくので、足元もそんなに重すぎないように、スリットだったり、ちょっと開くことによって足元そんなに重さを感じない、長さを感じない仕方になっていますね。やはり着る方を引き立てる素材とミニマムなデザインですので、やはりこう身長とか体格そんなに、気にせずに、ご自分らしい合わせだったりベルトの締め具合で楽しんでいただけると思います。そうですね、ベルトを外してまとっていただくだけでも、やっぱり襟がすごくこうシャープですので、立てていただくと、またヘアスタイルも選ばずに綺麗にしていただけますし、やはり今もこうロールアップして手首を出してきていただいてますけれども、軽さが出ますので、コートらしくしっかり着なきゃいけないというものではなくて、すっとご自分の好きな雰囲気でふわっとまとっていただくのが一番美しくて、着る人も引き立つかなと思います。相手は165センチの高橋さん、こちら一番こうちょっと女性らしい雰囲気で着用しているルックになりますけれども、そうですね、中今スカートを履いていただいてるんですが、ちょうど膝下くらいになるレングスのスカート丈も綺麗にこうスカート丈まで隠れてますよね。なので非常に丈感はこのコートはあります。で、後ろもこうベンツがきちんと開いてますので、前をきっちり締めていただいても、足さばきもすごく綺麗なシルエットになってますですね。本当にこう全部こうお洋服、下に着てるお洋服を全部覆ってくれる美しいシルエットになってますので、そうですね、マザーニーズだったりとかオケージョンだったりとか、そういうなんかきちんとしたシーンでお召しいただくのに非常に華やかな一枚としてお召しいただけると思います。で、こちら着用いただいているのはベージュになりますよね。なのでちょうど今日着ていただいているような、こんな春色の綺麗なニット、イエローの綺麗なニットのお色目だったりとか、こう春らしいホワイトのスカート、このようなこうルックも非常に綺麗に華やかに映りますので、こんなスタイリングもぜひお試しいただけたらと思います。ではもう一色黒のご紹介をいたします。黒はやはりこう質感が異なって見えると思いますが、上品なツヤとやはり美しいドレープの陰影、あとは光りすぎない綺麗な真っ黒すぎない、ちょっと墨黒のようなシルクの光沢も非常にこう綺麗な仕上がりになっています。で、装飾も一切なく、金具も一切ついていないので、
物置にも使えるようなお色味になっております、はい、で3色の、ブラック、ベージュ、ネイビーでご紹介いたしました。レディースはこの3色のお作りで、メンズはベージュとネイビー2色のご用意です。でメンズ、レディースどちらも13万円と消費税でございます。こちらのフラグシップストア、元赤坂の大笠ルーンですとか、赤坂一つぎ通りのテイル&クロース、あとは百貨店ですと、伊勢丹新宿、メンズ館の8階のストアですとか、日本橋三越店、あとは丸の内の伊勢丹サローネメンズ館でご覧いただけます。皆様ぜひ店頭で実物をご試着していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。